ボンジョルノ、あっちゃんです。いや、眠たいわさあ、今日は2月5日火曜日、お弁当作っていきましょう。では、顔洗ってくるわ。ちょっと腰痛いわ。さあ、ビーちゃんの備えして頑張って作ろう。ご飯にしてきました。では作っていきましょう。卵、はい、しょ。今日ね、10度切ってるな。ちょっと固まってるからね。昨日はね、12度あったんよ、朝から。オリーブオイル温度計やねんもうあらへん。そこで凍るとね、大体温度が分かるというね。はい、白だしでいこうかな。熱いよ。ここにチーズを乗せよう。今日もきれいにできた。これでちょっとチーズを詰めていきましょう。今日も卵きれいにできたよ。はい、ここから初登場です。マーブルストーン。早速この卵
事にしよう。バブルストーンフライパン。焦げる前はね、ティッシュで拭き取るだけできれいに取れるからね。焦げついちゃうと、焦げ癖ついちゃうとダメになっちゃうね。スルスル滑るよ。テンション上がる。新しいフライパンとかね、機材はね。ちょっと遠かったけど、行ってきてよかったよ。疲れたけどね。さ、お弁当とかでも焦げのない美味しいの作ったらいいやん。いつもね、きんぴらが苦いとか言ってる時があるね。ちゃんと洗えへんかったりね、焦げ癖ついて焦げたりしたら苦いからさ。出来栄えにどんだけ左右するかわからんけどね。自己満足の域やけどね。Thank you.
たソースを、オイスターソースメインで、オイスターソースメインで、ハーブ。ハーブちょっと入れて、最後、キノコのブイヨンにしよう。全然焦げない。残る？あの汚れを取りましょう。これだけ残しとくわ。これで野菜と舞茸、しんだいつもいただきましょう。全然くっつかない。ストレスなし。次はバターを、でバターなくなった。で最後に焦がし醤油、
紹介したいらしい、過酷な使い方らしい。味を見てみましょう。うん、いい、いい。全然になる。皿のうちはね、ほら、取れる取れる。でまた洗うけどね。では卵を切りましょう。結構切る作業が多いね。ビビチーズ入れたら溶けへんね、ほら。チーズの種類、ビビチーズのカマンベールとかやったら溶けて、えらいことになるしね。普通のプレーンやったら溶けへんね。これがあるみたい。モッツァレラも、モッツァレラちゃう、パルメザンも溶けへんからね。パルメザン欲しいねんけどな、売ってないのよ、あれ以来。明太マヨ、では入れていきましょう。ここに、このバジルチキンにしよう。素敵ね。ああ。よいしょ。はい、できました。豚肉の今日は豚肉、トリュフ香る豚肉のオイスター焼き、はい、とハム卵、茶は、ハムチーズの卵焼きで、
舞茸と野菜のきんぴらで、チーチクとこれ明太マヨのはんぺんで、タコさんウインナーとあのバジルレモンチキンです。まあ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 でしょう。はい、なかなか豚さん縛りになるとね、毎日味付けが難しいよ。まあ別に買いやんでもええんやけどな、そんな買いやんでええでとは言うねん、リピでいいよって言うんやけど、やっぱり毎日なんかこうしやってあげたいね。みんなこんなんでね、ちょっといろいろ作ってみます。はい、いう感じでできました。いかがでしたでしょうか。120日目のあっちゃんのお弁当です。はい、ということで、ついに120日目の、お弁当作りの日が来ました。で、今日はね、そんなにね、温度も寒い。今日はもうね、10度切ってるね、これ。8度ぐらいかな。オリーブオイルの氷から見るとね。はい。で、ね、そんなに寒くもない。もうあの、まあ、快適で俺ね、本当に寒いかな、ぐらい。まあ、これ着てるからね、モコモコの上にモコモコ着てるから余計あったかいのかもわからへんけどね。まあいいです、いいです。はい。で、子供を起こす、今、9分ぐらい前です。10分ちょっと来たぐらいです。まだまだ余裕があるあっちゃん。今日もね、なんとか時間内にできたしね。で、この前、やっぱ土日、やっぱゆっくり寝たからかな。で、おとつ4時間ちょい寝て、で、昨日は3時間ちょいやったよね。で、昨日買い物行ってたね。なんやかんやですけど、腰がちょっと痛い。やっぱり、なんか歩いたん。美和さん行って参拝したりね、なんやかんやでね、5000、6000歩ほど歩いたからね、うん、なんかちょっと腰は痛い。お尻筋肉が痛いのよ。うん、長距離運転できへんなのかな、まあちょっと心配やけどね、まあ頑張ってこれからもね、いろいろ動画を撮ったり、出て行ったりしてね、体力をつけていきましょう。体力つけないとね、ちょっとあっちゃんもダメなんで、はい、ということで、今日はまあ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 元気なあっちゃんでした。では、またね、次の動画でお会いしましょう。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったよと思ってくれたら高評価を、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。バイバイ。